はい、皆さんおはようございます。こんにちは、エルニドです。ではね、今日もラストオブアスのマルチプレイやっていきますよ。ということで、まあ、世間はね、もう年の瀬ってことでね、まあ師走っていう通りね、あれっすよ、お掃除とかね、まあ、年末関係でお忙しい方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ本日12月27日はですね、27日ですね、まあちょっとね、バイトの方を私もね、ちょっと最終日だっていう話でね、行ったんすよ。行ってちょっと今日はちょっとすこぶる疲れてねで今帰ってきてやってるとこなんですけど、実はね、なんかすいません、メールが来ましたね。なんか明日も出てくれないかみたいなことを言われて、ちょっとね、無理っす無理っすって言ったんですけどね、結局出る羽目になっちゃって、いやー今ね、よし行くぞ。結果ね、明日28日土曜日までやらないといけなくなる。よし、OK、裏にいるね、裏っていうか後ろにいるね。あ、でも、あーやられてるな、これも熱いかな。しかしちょっといけないな。行くぞ。3人で行けばいけるかな。爆弾セット、と言いつつも物資を回収する俺。待ってくれ待ってくれ、とりあえず火炎瓶つかな。よし行くぞ。よし行くぞ。助かった。まあね、本屋は僕結構好きなステージなんでね、なんか結構敵との距離も近くて戦いやすいですよね。まあ2階登る人がいたらそれはそれでめんどくさいんですけど。見ろ、ファイヤーフライダー気をつけろ。2人いるんだよね。ただ攻めづらいな、物資取りたいけどな。取れるかな。まだ2人向こうにいるね。どうしようかな。このまま行くとやられちゃうから、ここに今とりあえず爆弾は1個置いとくか。助かった、攻められた時用にね。で爆弾もらったからこれ3個か。助かった、まだいるね、全然歩ってるね。さーて、なんか爆弾とかチリチリする。なんかめっちゃいっぱいもらうんだけどありがとうみんな。お、やってるやってる。お、なんだ、いや、あっちかな。あー、当たらんな。そこにいるね、すぐそこだね。爆弾セット、ここ、気をつけろ。こっちに来れないようにしよう。下がろうか。出てこないかな、さすがに出てこねえか。あー、僕はそこにはいないんですよまあ煙幕はああいう使い方もありっすよね。敵がいるかいないかの確認にも使えるから。おい、まあいるのが分かったところで爆弾あるから突っ込んでこれないんだけどね。あー、ちょっと喉の調子が良くなくてね、いるね。やっぱ冬はね、あれですよ、乾燥するからね。みんな気をつけてくださいね。一応ね、部屋にはなんだ加湿器が置いてあるんですけどね、なんか動いてんのか動いてないのか、空気清浄機の加湿器付き、加湿器付き空気清浄、加湿機能付き空気清浄機だからね。待ってろ、あー、いいなった。ってやってんだけどね、これ本当に動いてんのかな。あんま水入れた記憶ないんだけどね。あんでも水減ってるから動いてんのか。よし行くぞ。ちょっとあの爆弾は俺のだね。あ、なんかバレた。そっちか。でも味方いるよね。どっからマークされたんだろう。ん、向こう側まあいるよね。この通りかな。あ、死んでる。あーどうしようかな、これかな。やべ、おお、危ねえ。あー、爆弾じゃなかったよね、絶対今の爆弾じゃなかったよね。申し訳ない、今のは間違いなくショットガンだよね。てかその前にそもそもあれだよね、セミオートだよね。さっきのは判断を誤ったぞ。この煙でも食らってみろ。いいね味方さん。
ちょっと待って、ここどこ？あ、あそこね。待ってろ、今援護に向かうぜ。どこ？ここか。いる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 。いるけど、攻めたのが良かったか。まあいいや。えい、くらえ。もう起き上がらねえよ。初めの2回殴る時間がもったいなかったな。うん、まあまあまあ、オーライっしょ。結果オーライ、結果オーライ。まず行くぞ。なんか向こうの方で音がするな。行くぞ。困った時のナイフだよね、あると便利。とりあえずショットガンリロードしとこうか。みんな向こうの外にいるね。でもここを多分まっすぐ行くと、よしよし、 OK、 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 くらい。よし、ケイで、これでぶっ殺す。外にいるね。あれどうしようかな、当たるかな。いや、見えなくなったね。隠密か、隠密だね。ちょっと一回下がって上から行ってみようかな。だからその方がうまくいきそうな気するわ。で、隠密、でも隠密ここいたら怖いよね。こう行く時が一番怖いんだよね。いない？いないね。あれ？いなくなってるね。動いたか。あー、動いてるね。そこ大丈夫かな。ちょっと味方さんは申し訳ない。その距離は無理だな。よし、行くぞ。でもそこにいるのは分かったよ、ありがとう。真ん中突っ切ってみようかな。見えないね、こっち側にいたりして。なんかいる気するんだよね、こっち側に。嘘でした。いなかったわ。ごめんごめん。敵を倒した。お、なんか置いといた爆弾誰か引っかかった。やった、ごっつぁん。ちょっとね、こっちからね、味方と挟んでみようかね、あの後ろにいる敵を。それがいいよね。うん、いるいる。あ、なんかすげえ音するな。気づいてないでしょ。あー、なんか下の方で味方さんが死んでる。これはまずい。いるか、いるね、いる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 。ここからいけるか。くらい。爆弾セット、気をつけろ。当たってない、あれ。当たったけど、くらい、くらい。よし、しっかりしろ。オッケー、しっかりしろ。いい感じ、いい感じ。あ、いい感じにちょっと裏取れたね。まあ、ちょっと遅かった感はあるけどね。あの爆弾ね、左側に投げたときは2人ともやれたかな。無駄にショットガン打たなくてもよかったよね。まあいいや、ショットガン変えたし。さて、どうこっかな。とりあえず物資回収しとく。出ないよね。なんかちょっと勝ってると物資出ないのがね、あれだよね。いっぱい作りたいんだけどね。どっちか、ちょっとアサルトじゃない、セミオートがいっぱいあるから。おい、なんかめっちゃ強いの撃ってきた。あれ何、あれなんだっけ、あのなんだっけ、軍用ライフル、あ、ミリタリースナイパー。あー、ミリスナは反則だよね、あの威力と連射力。はー、あれはダメだよ。敵は使っちゃダメだよ。俺はね、使ってもいいんだ、当たんないから。あ、いる、ここら辺。くらい。ちょっと待って。当たってないの、ねえ、当たってないの。あー、マジ無駄死に申し訳ない。うわー、めっちゃ走ってたわ。ショットガンにすることもなく、もう頭大混乱だわ今の。あー、あれか、あのなんだ、台があったからちゃんと当たらんかったパターンのやつか。うわー、ショックやな今の。完全にモロとアモタで、さっきのやつまだいるかな。いたら反撃したいな。いる？いない？いないね。外から回ってみるか。おほーい。いやー、くっそ。この俺の2回の死は。うーわ、ごめん。
うわーごめん、恥ずかしいわ。待ってたのね。なるほど、あそこで君を立てなかった俺が悪い。くそ、マジか、2です、無駄な2です。なんか作れないの。待て、いいもんできるじゃん。よし行くぞ。さて援護に行くぞ。あーやべ、味方がやれてる。上から回るわ。いる？あー、あっちにいるね。上から回っていこう。いや、いるわ。そこにいるわ。いや、火炎瓶とか持ってる。あー、当たらんわ。ちょっと待てよ。これ投げてみちゃったりとかしちゃったら当たるんじゃないのか。爆弾セット、気をつけろ。微妙。微妙だな。火炎瓶持ってるから浮かずに近寄れないな。外から行こう。やめよう。あれは無理だな。お、おいいね、味方さんいいね。え、ちょ大丈夫。あ、いる。よし、回避してる。殺す殺す。くらえくらえ。ふふー、おら、な、なに。あ、そっちいたの、いたのね。ちょっと待てよ、回避する回避する。来んなよ、こっち来んなよ、来んなよ。下がった、いる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 。ちょ、あそこ。どうしよった。おー、生きてる生きてる生きてる。ちょ。あー、あれね、しゃがんだパターンのやつね。あー、あれだね、横に敵を倒したら出てないもんね。うーわー、恥ずかしいわー。そしてチーム内再開、ごめんよ、申し訳ない。はい、ということでね、今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。皆さん、良いお年を。それではまたね、バイバーイ。